じゃあね、最後のレベルの、あれ何か分かってないんだよね。うん、あれをね、探しに行きましょう。行くぞ。もう見たよ。あれ？ボスのところが開いてんじゃん。ここ行けばいいのか。あれ？もうデデデバトルだけだな。ってことはここかな。ここかな。ここかな。タイムプラス電気の合わせ技が、死んだ方が回復できて早いか。ここ怪しいよね。よし、さあ、ないね。なんか後ろに絵が描いてる。どういうこと？これがわからない。別に複数のコピーを一度に持ってこれるわけでもないので。炎と岩、トゲ、氷、カッターか。うん、わからん。あ、ここの左右があったか。なんだったっけ。炎はあった、覚えてる。よし、炎にするか。炎と右のやつが分からんね。松って書いてるから、まあ、とりあえず炎の方行こう。あー、さっきのやつか。おっば、メモってねー。炎を、なんだったっけ。メモってない、メモってない。メモ準備。炎を氷？謎解きがむずい。電気、木、石、もしくは電気。じゃあ電気は今あったから電気じゃないし、炎もないからそれ以外。カッター最後だった気がする。トゲ、正解。カッターでもでもいけるな。トゲ、カッター、氷、氷、もしくは電気。
最後カッターだった記憶が。いるね。よし。よし。俺って記憶力いいのかも。よくない。まあまあ、OK。よっ。いない。いや、だからそれやめろってマジお前。もうマリオメーカーのクソマップみてえな配置やめろ。よし、これで 100% か。で、倒さないといけないのか。まあ、どうせあのヒットポイント1状態じゃちょっと貸すのもきつかったしね。じゃあね、行きましょうか。けんだけど。すっぴんの方がいいかな。暴走モードのデレデきついね。単純に空あたりを、え、なんで攻撃食らってんの、よくわからん。空連れてきて、あの空飛びながら、もう一回あるんだよね。ああ、本当だ、そこに当たり判定あるわ。クー連れてくるか。いいや、このまま勝つか。一度勝った男に負けるわけがなかろう。負けた、負けたー。デレコードして。あいつ投げやろ。怒った？怒った？でも当たり判定あるのか。マジコンボ。
と取れるな。怒りが収まるの待った方が安全な気がする。あ、迷った。やったか。よし。下のちょっとカービィのね、光と影の部分がひげ生えたみたいになってるけど。出たー、ね、さあ、デデデの中に救っていたのはダークマターだよね、確か。はい、いつもの急にシューティングに変わるカービィ君。あれ、剣飛ばなかったっけ。あー、あれはビーム飛ぶやつはあれか。夢の泉か。さすがにね、覚えてないよ。結構適当に切ってるだけでも楽勝に勝てた覚えはあるけど。つらい。これ出てからやり直しだったっけ。よかった。じゃあもう大丈夫だ。じゃあもう大丈夫だ。ちょっと。そう、人手前より強いぞこいつ。割と跳ね返しにくいですね。あ、やばい。おー、やった。これ2回勝手に切ってるな。安全に行くか。カービィなんで2回切るんだろう。1回でいいのに。で、一応敵の攻撃の激しさのパターンは3段階ぐらいかな。やべやべやべ、ナイス回避。ちょっとカービィを狙ってくれ。よし、一番下にいたら攻撃大体当たらないね。あー、もう濃紺野郎が。よし、もうちょっとこれ跳ね返すのを狙った方がいいかな。よし、やったぜ。もう一回やった。もう、あー、グイじゃないですか。あ、やべ、死ぬ。グイじゃないですか。 よし、大事なんかあったね。おいって、
茶な攻撃はやめなきゃダメだね。これも跳ね返せるのか。おお、よく合わせたな今。ダメだ、パターン覚えてるわけじゃないから。つらい。もう一回は負けるなこれ。跳ね返すの当てるも意外に大変だぞ。きつい。またこれのちょっと当てる練習を。つらいな。このビームの回し方が正直わからない。全くわからない。きつい。わかんないんでかわしにくい。そういう時は離れるか。あーもう攻撃やめようかな。ほんと反射だけ狙ってく方が安定しそうな気もするが。反射だけ狙うのも一つの手だなこれは。反射の攻撃しまくってくれると楽なんだけどね。反射攻撃を連発してくれると楽なんだけど、まあ、ランダムだからね。割と近づいとくと反射攻撃カービィをが狙う前が当てれるっていう。これぐらい近ければ無理やり反射させれるんで。あー反応できんかった。ということでね、確実にこのケツ打ち2発は決めたい。大ダメージだからね。そしたら多分これ2回、このケツ打ち2回、もう1回ぐらいで死ぬな。これ避けるの優先しようか。よし、これ逆になってんのかな。で3回突進。でビーム。後ろ取れたらいいんだけど取れないね後ろも。これも反射で死ぬだろ。脆い。攻めた方がいいね。2個反射を3回成功させば勝てるわ。いやお前らも手伝いに来いよ。何帰ってんだよ。 DDD 新エンディング。カービィは星になったのさ。剣がちなみにね、カービィ1個2だけど、実際は、ファミコンの星の泉物語のが先に出てるんで、なんでソード今回なかったんだろうね。
この剣の力で飛んでんのかな。なんかカービィらしくない剣、聖剣って感じだよね。ということで、これがね、新エンドかな。あー、結構強かった。あ、ザ・エンドってねー。